シティオリンピックは、1968年10月12日から10月27日までの16日間、メキシコの首都メキシコシティで開催された、オリンピック競技大会。一般的に、メキシコオリンピックと呼称される。メキシコシティオリンピックの開催は、1963年10月18日、西ドイツのバーデンバーデンで開かれた第60回 IOC 総会で、決定された。 しかし、この決定に際しては、当地があまりにも、海抜の高い地理条件で空気が薄いために、反対の声もあった。開催に先立ち、1968年2月2日に IOC 総会において当時アパルトヘイト政策を行っていた、南アフリカの参加を認める決議が行われた。これに抗議して、アフリカ諸国26カ国が出場ボイコットを発表した。 さらに、これに対してソ連、共産権諸国も同調し、合計で55カ国がボイコットを表明した。これを受けて、同年4月21日に決議を変更して、南アフリカの参加を認めないこととし、ボイコットは回避された。メキシコシティオリンピックにちなんで制作された楽曲。ピーター・ノーマンも彼らに賛同し、共に、人権を求めるオリンピックプロジェクトのバッジを胸に、 表彰台へ登った。そのため、白豪主義の残る、当時のオーストラリアでは、それ以降オリンピック代表に選ばれることはなかった。メキシコ五輪サッカー、幻の映像発見3位決定戦完全版、朝日新聞、2013年6月19日、2013年6月26日。 閲覧テレビ放送60周年特集伝説の名勝負栄光の銅メダル日本男子サッカーはここから始まった NHK2013 年7月30日閲覧ありがとうございます